決まっていたような遠い昔から分かってたような見えない線の上をたどるように導かれて愛交差するセゾン背中合わせの光と影のように強く惹かれるミスティフィカシオン耳元でささやき呼ぶ声に振り向けば気づかぬうち開かれてた扉少しの偶然と必然をつなぐように動き始めた二つの椅子とはああ記憶の糸を手繰り寄せるようにパズルの隙間を埋めてくように語り継がれる運命にも似た長い道のりの先にあるマナー一つ一つの刹那に刻まれた揺らぐことない楽でファベリテ手招きされるように近づけば見える謎知らず知らずに巻き込まれてゆく
様そうへ食べてくるさ。お姉様こそ彼女のデスティニー。二人ともね親になって鏡をよくご覧なさい。それは言われて話だぜ。だって男はハートでしょ。マジでやっべえ。